ホンダライフ、ホンダライフステップ版、ライフステップ版は、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた、トールワゴン型の軽規格ライト版である、ステップ版の通称で親しまれた。同社の軽乗用車であるライフのプラットフォームの上に、ボンネットのついた、トールボーイ型の背の高いボディを被せて成り立っている。このような形は、現代の軽トールワゴンにおいて、主流のパッケージングではあるが、 1972年、当時、少なくとも軽自動車では唯一のものであった。前輪駆動の軽自動車であるライフをベースとしたおかげで、これまでの軽バンよりも圧倒的に床が低かったのが大きな特徴である。コストダウンのためか、左前ドアと右後ドア、右前ドアと左後ドアで同じ形をしているのが特徴である。軽機類にはセンターメーターを採用し、 ダッシュボード上面はデスク代わりとして使え、電票整理などもしやすく、運転席側もデスク代わりとして使えたため、営業マンには好評だった。鉱石を畳むとフラットな過失が現れるため、過失の使い勝手も優秀であった。ステップンは1台限りで販売を終了したが、販売終了から22年後に、ステップワゴンや SMX の相性。 ステップバーンの形で名称が復活している。また、バニング仕様等のカスタムベースとしての人気も高く、中古車市場では高い人気を誇っており、後継車種のバモスや NWGN には外部のアフターパーツとして、ステップバーンをイメージしたグリルが発売された例もある。ありがとうございます。